今から悲しい事実を言いたいと思います。はい、皆さんが期待してたであろうレイトゲームの大会が今日のあったんですよ。今日お昼ぐらいに実は、はい、消されましたね。全部レイトゲームの大会全部消されましたね。前まであったって証拠動画もあるんで最後に流すんですけど、いやーやってますね。お金が俺取れないんですけど、まあ、ユンプロの人たちがお金ゲットできなくなったのがさすがにやばいなと、これはさすがにやばいなって思いますね。俺はこれはやばいなと、さすがにね、まあ、今シーズン始まった時からずっと狂い言われてて、でまあ大会前日にプッシュされましたね全部。まあしょうがないんかな、コスト的に。まあ、バグ一回やってみたらしいんけど EU で結構バグってたらしいんで、まあなくなって当然かなと思います。